では、今日の講演会を始めてさせていただきます。私は今日司会を務めさせていただきます落合隆之と申します。どうもよろしくお願いいたします。ほんの何人かの方は今日初めて私と、会ったという方もいらっしゃいますので自己紹介をさせていただきますと、この会場の下北沢の近辺、世田谷の3分の2が衆議院の東京6区という選挙区でして、そこの、前回の衆議院選挙に出た候補者でございます。で、その時はみんなの党で出まして、あと 1% で比例で復活当選というところまで、票はいただいたんですが、480人受かる中で481位という、そういう初めての自分の選挙の結果でございました。で、地元を回る中でいろいろな方とお会いしまして、でこの東京6区で何年か前まで選挙を戦っていた鈴木先生ともそういった中でお会いしまして、で今回ぜひ経済の話を先生の専門分野をやっていただけないかということで私の方からお願いをさせていただきました。先生は私と同じ日本酒が好きでして、で下北沢の、お店でも年に何回かですが一緒に飲ませていただいて、それでいろいろな政治の話ですとか、それから経済の話ですとか国際情勢の話ですとか、いろいろな見解を教えていただいております。今日は、アベノミクスが実際どうなのかと、で、最近経済学者ですとか、エコノミストの方で雑誌ですとかテレビに取り上げる方は割と極端なことを言う方が多いですので、正統派の意見というのをアベノミクスの分析をしてもらえればということと、それからもう一つ消費税を上げるかどうか、それが年内に決められる、それで来年からまた消費税が上がるかもしれないという状況ですので、消費税を上げていいのかどうか、どういう経済状況なのかというところをお伺いできればと思います。税の講演の前に、この会主催が私の講演会落合隆之を育てる会でして、その会長の上杉会長から一言ご挨拶をさせていただきます。出席はどうもありがとうございます。皆様お忙しい中、今日はたくさんお越しいただきましてどうもありがとうございます。私は今ご紹介いただきました落合隆之講演会の会長をさせていただいております上杉と申します。先生とは先生がさっき落合さんが言ってたようにロックの頃、自由党だったんですが、その頃は先生の、講演会の事務局長をやらせていただいておりまして、ここに前に座っている佐藤さん幹事長で、そんなコンビでずっと先生いろいろこう講演をしていただいたり、やっぱり先生どうしても学者さんなのでちょっと硬いんですけど、お酒を飲むとものすごく面白くなって今日はですね、資料をご覧になっていただいたとお分かりになるように、本当に先生の一番お得意な分野といっちゃ失礼なんですけども、本当に先生のご経歴、ものすごい経歴をお持ちでして、日銀の理事、それから野村総研の理事長で、自由党の時は総務会長だったんですね。そうでしたね。政調会長だったんです。で、そういうようなことで、ちょうどその頃自由党の藤井さんで、藤井幹事長とは先生は先生の方が1年先輩なんですね。それで藤井君という仲なんで毎回来てくれまして、で毎回楽しいお酒を飲んでおりました。で、実はですね、今日は明日先生のお誕生日なんですね。はい、いくつとは申し上げませんけど、で私日本酒のプロデューサーをしているので、ちょっと先生にまずこれをラベル説明できます。ハッピーバースデー。
先生の顔が、はい、顔が入ってますあのぜひ喉乾いた先生お飲みになってやってください結構でございますあのどうぞ今日よろしくお願いいたします。では先生よろしくお願いします。まず安倍政権が登場する前の日本経済がどんなことであったかということを思い出していただくためにですね、図表1をご覧ください。これ一番上がいわゆる実質 GDP ですね。でその下が設備投資、消費、公共投資、人員数とありますが、見ていただきたいのは一番左に戦後最長景気とありますね。これは2002年の2月から2008年2月まで景気が上昇したんですね。これ戦後の日本で一番長い景気上昇でありました。でこの景気を支えていたのは円安に伴う輸出の増加だったんです。この時も今ほどではありませんが相当金融を緩和したもんですからね、お金が外に出てっちゃって円安になった。ところがちょうど米国経済が1990年代から2008年ぐらいまで長期繁栄、長期プラス連続プラス成長してた時期だったもんですから、そこへ日本のお金は流れていくと同時に流れていくんですから円安になっちゃった。円安になったっていうことは安く売れるもんですから、その景気に米国を中心に輸出をじゃんじゃん伸ばした。それでこの戦後最長景気が実現していたんですね。ところがその米国経済を支えてたものは何か、いろいろな理屈付けがありましてですね、技術革新でですね、すごく生産性上がってんだ、それもあるんですが、一番大きな理由は私に言わせれば住宅バブルだったんですよ。アメリカの住宅価格ってなんとね、1990年代から2007年ぐらいまで3倍になったんですよ。相当なバブルでしょ。だけど住宅価格がこんなじゃんじゃん上がるとね、何が起きるかっていうと簡単に住宅ローンを借りられるんですね。返済能力がなくてもね、金利さえ払えれば住宅ローンを借りて家を買う、すると家は値上がりしますから、これで元金返せるわけですね。でお釣りが来れば今度はそれを担保にして消費者ローンを借りるということで、住宅投資と消費がこのバブルに支えられてすごい伸びて、でこのアメリカの景気がありそれに乗っかって日本の輸出景気があって、日本も戦後最長景気だったんですが、これバブルっていうのはね、相場壊れるもので、だからバブルなわけですね。まんまとこれがぶっ壊れたわけです。住宅投資のピークを打ったのが2006年で、2007年ぐらいまでは横ばいですが、それからガーッと落ち始めました。そうすれば何が起きるかっていうと、その住宅ローンを返済する能力もないのに、どうせお金借りて家を買えばこの家は値上がりするから返せるわいと、これサブプライムローンと言いますけどね、こういうものを借りてた連中は一斉にお手上げです。返済不能ですから、それはもちろん不良債権、銀行の不良債権になっちゃうんですね。で日本のバブルの時と同じように不良債権をたくさん抱えた金融機関が倒産しそうになる。でアメリカ政府は慌てて、公的資金を投入したり合併させたり、いろんなことをして、金融機関の大型倒産を起きないようにしたんですが、一つだけ大失敗した。リーマンブラザーズという会社がですね、政府からも資金を取り入れられない、よその民間
からも助けてもらえない、条件が手前勝手すぎたんで誰も助けてくれない、でとうとうこの大きな企業が倒産をしました。これをいわゆるリーマンショックですね。これで世界中が、まあ、驚いた。ますますもってこりゃ金融恐慌はひどくなる。でこのさっき言ったサブプライムローンですね、受託ローンが、まあ、受託バブルが破裂すればもう返済不能になっちゃうような、こういうものを組み込んだ金融商品をヨーロッパまで売ってました。ヨーロッパの金融機関をじゃじゃ買ってた。だからこの金融恐慌は米国からヨーロッパにも飛び火して世界中が金融恐慌になる。で世界中でこれは大変だということで投資も控える、消費も控えるということですから、世界同時不況が出たんですね。ここに図表1を見てください。世界同時不況というのは2008年の初めから始まってますね。で日本はサブプライムローンの入ったアメリカの金融商品をたくさん買っている金融機関はありませんでした。日本はなかった。日本はなぜかというとその前に日本の金融恐慌があって、まあ、不良債権たくさん抱えてふうふう言ってようやく克服したばっかりですから、これに引っかかんなかった。だけどアメリカを中心として輸出主導型で景気が回復してたのにアメリカがガバッといっちゃいましたからね。でしかもアメリカだけじゃない、世界同時不況だというもんですから日本の輸出は伸びない。図表1を見てください。一番下に純輸出と書いてありますね。これ輸出から輸入を引いたものですがガクッと落ちてますでしょ。この世界同時不況というところでガクッと落ちた。でこのために一番上に書いてある GDP もガタッと多く起こったんですね。で、これがリーマンショックによる日本の景気の挫折であります。でその後この表グラフ見ていただきますと09年と10年にはガクッと落っこちた後の反動もあって、景気は少し回復してきたんですね。ところが残念なことに11年の3月に大震災が起こりました。東日本大震災が起きたためにもう一回ここで大震災ショックと書いてあるように経済が落ち込む。で、その後景気後退もあってだら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 、12年まで、来たわけですね。でこの12年まで、来た時これの7年間ですね、リーマンショックでガクッといってから7年間日本経済ってだら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 停滞気味で、その間物価が下がり続けた、いわゆるデフレであります。で安倍政権が出てくるわけですね。このダラダラ景気それから長引くデフレは経済政策のやり方が悪いんだ、俺が天下を取ったら三本の矢で直してみせるということをこの総選挙12年の12月の総選挙で打ち出しました。覚えていらっしゃると思いますけれども3本目やっていうのはここのレジュメの2に書いてありますように、1本目が大胆な金融緩和、2番目が財政出動、3番目が成長戦略、この3つでですねダラダラした景気を立て直してみせるぞと言ったわけです。これは大いに受けましてね、覚えてらっしゃると思いますが自民党圧勝です。そして、もう結果が出ないうちから株が上がり出す、それから円高、この間ですねさっき言いましたね、円相場は戦後最長景気の時は円安でしたが、その後停滞した間はずっと円高になっていた。それがまた
この安倍さんが景気のいいことを言うもんですから、これは大金融緩和なら円安だなということで円安になりました。図表にご覧ください。図表にを見ていただきますと、上に書いてあるのがドルと円の相場で、上に上がれば円高、下に下がれば円安なんですが、06年、07年のあたりは戦後最長景気でずっと円安できたんですが、リーマンショックが起きて08年のあたりから円高が起きる。アメリカに出てたお金はアメリカから今度逃げ出して日本に帰ってくる。で、一番円高が極まったのがこの12年のあたりですね。でこれで安倍さんは俺は円安を直してみせるぞと言って 3本の矢を打ち出した。で3本の矢を選挙で打ち出したところ、この13年の終わり頃の選挙ですが、もうそれを打ち出しただけで、円高修正、円安が始まっている。これご覧いただくとどん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 下がってきてますね。で100円をちょっと超えるぐらいのところまで下がって、で現在まで横ばいになっています。でこれと同時に、そんな景気のいい政策をするならこれは株は買いだということになって、図表さんをご覧ください。株もボカーンと選挙中から上がりました。13年の終わり頃からこの株価、日経平均株価とトピックスと両方書いてあります。両方とも13年の前にボーンと跳ね上がってますね。でこれがアベノミクスを打ち出したために、ほらきっと日本経済良くなるぞとみんな考えて株に買い向かったために、こういうふうになったわけです。でもそういうわけでアベノミクス3本の矢っていうのは選挙中に打ち出して、その結果自民党大勝利して、で発足した13年の初めから政府の安倍政権の政策としてアベノミクスをやるんだというふうなことになったわけです。でとにかく掛け声だけで、すっかりみんな先行きが明るくなるぞと思って、株高と円安が起きたわけですが、さあその後この3本の矢はどういうふうに動いたかというと、最初の大胆な金融緩和というのは後で、3のところで詳しく説明しますが、実際実行をしました。白川日本銀行総裁はちょっと人気が来てたものですから、黒田総裁に代わった。で黒田総裁というのは安倍さんと非常に親しい人です。で、安倍さんから、いい含められたこともあるでしょう。あるいは黒田さんから安倍さんにアドバイスしてたこともあるでしょう。日銀総裁になった後に大胆な金融緩和、正式には量的質的金融緩和なんです。やっぱり異次元金融緩和、次元の違う金融緩和と言われてますね。これを実行に移しました。2番目の財政出動はどうだったかというと、確かに政権を取った13年にはですね、12年度末に大型13兆円の補正予算を組む、そして13年度の当初予算も 92.6 兆円の大きなものを組む、両方足しますと前の年に比べて 12.3 兆円も大きな予算を組みまして、財政出動をしました。これで少なくとも13年の景気を持ち上げるということをしたんですが、これは14年に入って息切れしてしまいました。そりゃそうですよね。今財政赤字が大きくて、財政再建財政再建って言ってる時に、そんな大規模な財政出動をいつまでもやりません。だから安倍さんは13年こそ財政出動をしましたが、14年度に入るとですね、今年に入ると
まあ、口先だけで実際にやっている財政政策は逆に縮小しています。前の年に比べて補正予算と当初予算を比べてですね、4兆円ほど小さな予算になっています。ですから、あの図表1に帰ってもらいますと、下から2番目に公共投資というのがありますね。公共投資というのは13年にはぐーっと上がりましたが、そこで頭を打って14年に比べても感じては弱含みになっているんです。ですから3本の矢のうち2つ目はですね、逆噴射を始めていて、これはあの口先だけというか、むしろ逆効果になってきてますね。3番目の成長戦略、これは駆け込めば勇ましいんですけど、なかなか何を実行するのかよくわからない。これも後で説明しますけれども、今のところ成長戦略の効果で景気がこうなったという話は一つもありませんね。で、こういうわけですから、実際に効果を発揮している政策っていうのは、最初の大胆な金融緩和、異次元金融緩和だけなんです。で、黒田総裁が打ち上げた異次元金融緩和というのはどういうことかと言いますとですね、図表の4を見てください。まず日本銀行が供給するお金、これは皆さん方の、あの懐にある日本銀行券ですね、これがお金です。だけど日本銀行券を日本銀行が民間から国債やなんかをバンバン買って供給しても、使わない日本銀行券どうしていいか分からない。それは預金しちゃうでしょ。そうすると銀行も日本銀行券たくさん持っててもしょうがないから、銀行は銀行で日銀に預金しちゃうわけですよ。だから日本銀行が供給するお金っていうのは、皆さんが持っている現ナマとですね、あとは銀行がごっそり日本銀行に預けている日銀預金、これが日本銀行がばらまいているお金です。でこれをベースマネーといいます。基礎的なお金という意味でね、ベースマネー、あるいはマネタリーベースといいますが、この大胆な金融緩和のまず第一はですね、マネタリーベース、ベースマネーを、ね、今までの2倍にするぞって宣言したんですよ。俺は大変なことで、図表4をご覧になってください。という感じですね。上はマネタリーベース、ベースマネーの平山です。これ2倍にするぞって、確かにね、13年の初め頃は130兆円ぐらいでしょ。今240兆円ですからね、倍になってきます、来てます。で増加率でいうと、下のようにパーンと前年比で 55% ぐらいのところに跳ね上がっています。で、こういうふうにお金をばらまいて、そして、それはさっき言いましたね、どうやってばらまくかっていうのは、ヘリコプターでばらまくわけにいきませんので、国債とかね、そういう、それから長期国債のほかに、ちょっと民間が出している社債とかコマーシャルペーパーとかね、それからあと上場投資信託がありますね、EPF といいますか、これは株を買っているのと同じです。日本銀行は上場投資信託、さらに J リートというのは、これ不動産の投資信託、日本銀行は土地を買っているのと同じですよ。日本銀行も 株と土地まで少し買って、その量を増やしているんですね。まあ、主な長期国債ですけどね、国債ですが、そういうものまで、民間のそういうもので買って、今言ったようにマネタリーベース、日本銀行が供給することができるお金を倍にしている、こういうまさに大胆な金融緩和をやっているわけです。でここでちょっと経済学の復習みたいなことを言って申し訳ありませんが、
一般に金融政策っていうのは紐のようなもので引っ張ることはできるが押すことはできないと言われるんですね。つまり引っ張るっては金融引き締めです。インフレの時に金融政策で締めればね、お金が回らなくなりますから、投資ができない、物が買えないで間違いなく需要は落ちます。そしてインフレは収まります。だから金融政策は引っ張ることができる。もうインフレ退治、景気過熱退治、金融政策に任せておいて間違いない。ところが押すことはできない。それはどういうことかというと、今度はインフレの逆でデフレになっている。需要が足りなくて、需給が緩んで物がどんどん値下がりしている、デフレ。金融政策でデフレを直そうとしたらどうしたらいいか。それはお金をばらまいてどん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 金利を下げるわけですね。ところがどん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 金利を下げていって、なんと日本はゼロ金利まで下がった。金利がゼロのところまで下げちゃったんですよ、日本銀行がね。そしたらそれでもなおかつ需要が出てこないんですよ。なぜか、ね、金利はほとんどなきに等しいんだから、借りりゃ良さそうなもんだけども、そうはいかない。借りたってそれを増やす投資の道がないから、企業はそんないらない金借りません、いくら金利が安くてもね。だから将来日本経済が良くなるぞっていう、これ成長期待といいますかね、あるいは期待成長率が上がるといいますけども、将来日本経済が良くなるぞっていう確信がなければ、いくら金利下げたって借り手がないから需要は出てこない、デフレは収まらない。それを有名なケインズっていう経済学者がいますね。1936年に一般理論という本を出したときに、そういう状態を流動性の罠と言ったんです。いくら流動性を供給しても金利がゼロになっちゃったら、ゼロから下に下がらない。ゼロでも投資が出てこないぐらい将来に自信を失ってたら、金融政策を手上げたと。で、流動性の罠に陥っちゃう。でこれは金融理論を学んでる人にとっては常識なんですね。だから金融政策っていうのは引っ張るのは上手にできる、押すことはできない、ゼロになる、金利がゼロになっちゃったらもうそれ以上お手上げなんですね、金融政策で。ケインズは何て言ったかっていうと、そういう流動性の罠に陥っちゃったらもう金融政策はお手上げだと、財政政策以外に景気を持ち上げる方法はないと言ったわけです。だから財政拡張政策を別名ケインズ政策と言いますでしょう。ところがアベノミクスを見ると、財政出動は最初の年こそやりましたけども、今の日本経済、日本の財政事情で財政出動派手にやれるわけがない。そうするとケインズ政策も使えない。で、金融政策は流動性の罠に陥ってお手上げだ。そうしたらアベノミクスの第三の矢で、これは構造改革で投資機会を増やしてみんなにやる気を起こしてもらう以外にないでしょというのが普通の経済学からの答えなんですね。で、黒田さんの前の白川日銀総裁も基本的にはそういうふうに考えたと。ゼロ金利までいっちゃってるんだと。そしたらあとはみんなが将来に自信を持てるように成長戦略でやる以外ないでしょと。金融政策でもっと緩めろ緩めろって言ったって、緩めたお金はどこへも行けないで日銀当座預金に積まれるだけだよと。白川総裁は基本的にはそういうふうに考えたんですね。だから総理大臣なんかに会うと、成長戦略、規制改革とか構造改革しっかりやってくださいよと。で、企業がその気になって投資できるような投資のチャンスをたくさん作ってくださいよ。で、私も一生懸命やるけど、金融政策っていうのは今言ったように、引っ張ることはできても押すことはできないので、これ以上いくら金ばらまいたって効果がないんだと。これ寺川総裁正直な考えです。それに対して安倍さんは
何を言っとるかと、日本銀行はサボっとると。俺の腹心のものを日本銀行に送り込んでもっと金融緩和をさせる、もっとお金をばらまけば何回いい効果が出てくるはずだと言って、安倍さんは黒田総裁を送り込んできたわけです。ちょうどまあ任期だったからそういうことができたんですね。今の日銀法では日銀総裁の首を切ることはできません。政府といえども国会で選ばれた総裁の首は切れない。だけどちょうど任期が来たもんですから、自分の腹心の黒田総裁を送り込んだ。で、黒田さんだけではなくてですね、あの副総裁にもう一人岩田っていう大学の先生を送り込んできました。この人ももっともっと金融緩和すれば効果が出るはずだと、日銀をサボっとるということを主張し続けてたんですね。で、これを副総裁に持って行きました。で、そういう一連のことを安倍さんにアドバイスしていた最も中心的な学者が浜田光一といって、東大の教授だったんですが、イェール大学に移ってしまって、で、イェール大学も定年になったから今イェール大学の名誉教授ですね。僕のゼミの4年ぐらい後輩だから僕がよく知ってます。この浜田君もですね、日本人のサボってると、じゃんじゃんもっともっと金融緩和すれば効果があるはずだ、こういう論者です。で、そういうことを安倍さんに吹き込んだもんですから、安倍さんはそれを信用して、じゃあやってくれと言って、黒田さん、岩田さん2人を総裁、副総裁として日本銀行に送り込んだ。で、送り込まれた2人は今言った異次元金融緩和でですね、あのベースマネーを2年で2倍に済んだというような勢いで、やり出したわけで、あります。さあ、それでベースマネーを2倍にして、目標はね、生鮮食品を除く消費者物価、生鮮食品というのは価格の変動が激しいものですから、これを抜いた消費者物価で、消費者物価のトレンド傾向を見るわけですね。で、これを年率 2% にするまで、あのチャージャー全然金融緩和をやるんだと、こういうことを宣言したわけです。政府と日本銀行の間でも、日本銀行は 2% のインフレ率を目指して一生懸命やると、こういう約束を交わしましてね。で、この黒田総裁も 2% の生鮮食品を除く消費者物価の上昇率を目指して、じゃんじゃん緩和をしていくということを宣言して、で、今の金融緩和を始めたわけですね。さあ、さっき言いましたように、もう1936年にケインズという偉大な学者がリド性の穴に落ち込んじゃったら金融政策をお手上げだと言ってるのに、なんでこの人たちはもっと緩和すれば何か効果あると言ってんのかと言いますと、ちょっと一見難しそうに見える表が図表5にあるんです。これはですね、岩田副総裁、学者ですからね、あの人がこういうあのチャートを書いたんですね。つまり、どういうふうにしてこの量的質的金融緩和、異次元のものすごい金融緩和をすれば波及していくかという、そのチャートを書いたんです。で、あのこれ全体見るともう迷惑なんで、何が何やらわからない、という感じがしますけれども、大事なポイントだけ言いますから見てください。その 2% インフレの目標をコミットする、とにかく 2% インフレになるまでは絶対にやめないぞって言ったわけですね。それからマネタリーベースをさっき申し上げまして、またさっき見ていただいたようにむちゃくちゃに増やす、この2つが彼らの政策ですね。すると何が起きるか、その下に予想インフレ率の上昇っていうのがあるんですね。これはね、
こういうことを言えば皆さんびっくりしてね、これはどう見ても先はインフレだなと思うだろうというわけです。先はインフレだと思うだろう。で、先はインフレだと思うと金利っていうのは例えば 3% ぐらいの金利だったとしますとね、企業はその 3% で買って、でとりあえず自分のところの商品をそれで増やす、あるいはもっと簡単にする、それだけ買ってくる、商品を買ってくる。そうするとインフレ率が 2% ですから、1年後にはその商品は 2% 値上がりしてるでしょ。そうすると返済負担は 1% しかないじゃないですか。1年後に 1% の負担で 3% の金利返せるでしょ。これを実質金利は 1% だというわけです。金利マイナス予想インフレ率、これが実質金利だ。で、この人たちはですね、ゼロ金利だって皆さんの予想インフレ率が 2% になれば、これはマイナス 2% の金利まで下がったことになるよと。マイナス 2% の金利だったらこれは間違いなく儲かるんだから借りて投資するだろう。簡単に言っちゃうが、これは今言ったことが彼らの理屈です。それは理屈としてはその通りなんですが、ちょっと先を言っちゃいますと、問題はインフレ率の予想が本当に上がるのと、人々は簡単に騙されちゃうのということですね。そこが崩れると、この今やってる異次元金融緩和は全く効果がない、崩れてしまいます。人々の予想インフレ率が上がってきて、じゃあ実質金利は下がったって言って借りて投資し始めないと何も起きない。なんか手品のようなことをねやってるなと思われるかもしれませんが、彼らの理屈はそういうことなんですね。レジュメの4を見てください。だから予想インフレ率が上昇するよ、こんな無茶苦茶な金融緩和をやって 2% インフレになるまでやめないぞと言ったら、人々はびっくりして、ああこの先はインフレだと思うだろう。で、予想インフレ率が上がってくるということは、さっき言ったように実質金利が下がるということだと。で、実質金利が下がれば、じゃあといって今までやってなかった設備投資や住宅投資をやる人が出てくるだろう。それから土地とか株式を買って、これらの値段が上がるだろう。土地や株の値段が上がると、さっき最初に言ったアメリカの例にもあるように、これ財産が膨らんだという感じになりますからね、安心して消費を増やすんですね。これ資産効果といいますか。だからみんなが実質金利が下がったと思えば株式や土地を買う、そうすればそれらが値上がりして資産効果で消費が増える。それからこれだけ、実質金利が下がってくれば、アメリカと日本の実質金利を比較した場合、日本の実質金利がすごく低くなってくるから、お金は日本からアメリカに逃げる。だからドル高円安になる。で、円安になれば日本の輸出が増える。このように書いてあるこの3つの効果でですね、需要が増える。需要が増えれば、雇用が増える。雇用が増えれば賃金が上がる。ということで、景気が良くなってきて、デフレはもう起きない。これが理屈です、彼らの。さあ、現実の日本経済はどういうふうになっているでしょうか。図表の6をご覧ください。図表6、ちょっと見にくいかもしれませんが、
一番上のグラフは何を表しているかというと、雇用者です。労働内勤というのは専門用語なんです。労働力調査と、毎月勤労統計というんですが、まあ、そんなのはどうでもいいです。要するに雇用者数、いろんな調査による雇用者数が下の棒グラフのように確かにじりじりと増えてきてるんですね。それは景気が少し上がってきてますからね。で、下の方は名目賃金です。で、特に最後のところを見ていただきますと、政府が一生懸命、この4月にベースアップしよう、それから夏にはボーナスを増やせ、発破をかけて、ある程度言うことを聞いた企業もいますから、この一番最後の棒グラフがピョンと上がってますね。で、白抜きは特別給与とはいえボーナスです。で、下の黒いところが普通の給料、普通の給料はそんなに増えてない、ボーナスで、まあ、ボンと増えてる。で、雇用は少しずつ増え、ここで給料が増えれば両方足したもの、掛け合わせたものが雇用者の、勤労者の所得ということになりますね。次のページにそれがあります。雇用者所得。これも今年に入って最近のところで上がっているわけですね。さあ、これならうまくいってるじゃないかと思いきや、そうではないですね。これ相当雇用者所得上がってるように見えますが、左のメモリを見ていただくと分かるように 3% ぐらいですよ。せいぜい 3% 3% を名目的な所得が増えました。ところが次のページの図表7の一番左を見てください。これは政府と黒田日銀が 2% にしてみせると言っている全国消費者物価の除く生鮮食品の前年比です。これが4月にポーンと 3.2、 5月 3.4 跳ね上がりましたね。これは何かというと消費税率を5から8に上げたからですね。ですから消費税率が上がったために 1% 強であった消費者物価の上昇率が 3% 強になりましたということです。さあ、そうなるとですね、せっかく雇用者の所得がこのにあるよ 3% 増えたんだって、物価が 4% 上がった、そしたら実質の所得っていうのは減ってることになりますでしょ。実は今それがすごく深刻になって、皆さん方全然豊かになった感じがない。それは物が上がっちゃってるからなんですね。で、物の値上がりほどにはベースアップやボーナスアップがないんですよね。それが現状です。なもんですから、この図表7の左から2番目の実質の消費支出、これ2人以上の全所帯の統計なんですけども、なんと4月から前年比はぶつ抜けにマイナスじゃないですか。こういうことに統計上なってます。所得が実質で増えないから消費も実質で増えられない、当たり前のことなんですけども、今そういう状態になってます。アベノミクスが言うように、結構づくめの話ではない、むしろ消費が今弱くなっちゃってる。それから設備投資や住宅投資がですね、実質金利が下がるから上がるって言ってるんですが、住宅投資は上がっていません。この表の真ん中辺に新設住宅着工戸数っていうのがありますね。これは読んで字のごとく新設の住宅着工こと、今月は着工したの何個ありますか、
ということのこの年率換算ですが、見ていただくと分かるように、去年の10、12月頃が一番多かった。これは消費税引き上げ前の駆け込みがあるんですね。でその後ずっと現在まで落ちてきてますでしょう。住宅投資がアベノミクスで増えそうだという気配は全くないですね。それから設備投資ですけれども、右から2番目に機械の受注統計が、3番目に資本財の出荷統計があります。まあざっと見て消費税引き上げ前の5、3に前年比が上がった後、4、6にドシャーンと落ちた。で現在7月、8月、まあちょぼちょぼ少し増えるかどうかという程度で、これは設備投資は減ってはいないんですが、そんなに勢いよく増えてきているわけではありません。それからもう一つも全く意外だったことはですね、円安が進んでるのに輸出数量がちっと伸びない。輸出伸びないんですよ今。一番最初のグラフの一番下にも出てるんですけども、円安にもかかわらず去年13年中の純輸出は減ったんです。で最近ちょっと増えたけど、それでも減る前の水準に戻っただけで、その前に比べれば増えていないですね。でこれはなぜだろう。一つの理由は、日本の企業は円高の頃に懲りたものですから、生産輸出生産拠点を海外で移した。だから今更円安だと言われても、輸出品を作っている工場は国内にあまりないですから、あまり関係はないですね。ただそういう企業は儲かってますよ。海外に移した工場で作って海外で売るでしょ。その売り上げを円に直せば円安だから大きくなる。だから円に直した時の利益は非常に増えてますから、輸出企業はやっぱり円安で儲かっていてありがたいと言ってるんですが、ありがたいくせに輸出数量ちょっとも増えてない。海外で儲けてそれを円換算して、ああ儲かった儲かったとこう言ってるだけですね。もう一つ、さっき言った世界同時不況、一番ひどいところは収まりましたけど、いまだにヨーロッパ全然元気がないですね。それから新興国、まあ、アジアをはじめとして新興国はヨーロッパ向け輸出も多いものですから、新興国も元気がない。世界全体に今成長率は非常に低い状態のままで、どうやらこの前 IMF の見通しが出ました。どうも今年はダメだねという、来年になったら少しは成長率上がってくるかな、こういう状況です。米国経済はもう最悪期は出したかなと言っていますけれども、しかしもう大丈夫だから金融緩和やめて金利を上げましょうかというのは、多分来年の中頃じゃないのと言われてますから、今年いっぱいは大したことない。まあ、そんなわけでですね、日本の輸出企業の工場が引っ越しちゃったのと、海外が元気がないのでね、円安にしてるのに輸出が増えないんですよね。だから結局アベノミクスが狙ってた効果っていうのは、今言ったことでお分かりのように、みんなダメなんですよ。インフレ率を上げてみて、デフレからインフレになってインフレ率を上げてみれば、みんなが元気になる、企業が元気になる、こうアベノミクスは思うんだけど、元気になるどころか消費者はがっくりしちゃったんですね。今言ったように消費者物価の上がりの方が所得の上がり上昇よりも高いんですから。それから住宅投資が落ちている、まあ、これは消費が落ちているのと同じような理由ですが、
設備投資もですね、そんなに元気よく上がってきてるわけではない。これはね、そもそも大元が間違ってると思いますよ。つまり皆さん方もさっき私の話聞いてて、ええっていうのを顔してらっしゃる方いらっしゃいましたけど、 2% インフレになるまではこのめちゃくちゃな金融緩和はやめないぞって言って金融緩和したら、みんなびっくりして将来インフレになると思うだろう。つまり予想インフレ率が上がるだろう。ここのところ間違えてますよ。皆さん方みんなそんなすごいインフレが来ると思ってますか。今のところ物価が上がって困るなと思ってるけど、でもうデフレには戻らないだろうなとは思ってるけど、むしろそんなものすごいインフレで企業がアニマルスピリットを発揮してじゃんじゃん設備投資をして、で賃上げもし雇用も増え、消費者の所得も増え、そういう好循環が始まるって思ってる人は非常に少ないじゃないですか。ここのところがちょっとね、アベノミックスが考えているようには動いてない、非常に大きな層を期待しているところだというふうに思いますね。で、レジュメでアベノミックスの誤り書いてありますが、結局そういうことを言って 2% インフレにするぞ、それが実現するまで大金融緩和やめないぞと言って、皆さん方将来日本経済が良くなるっていう自信が持てればいいんですよ。そうすれば自信持つだろう、インフレと同時に日本経済が良くなるっていう自信を持つだろうと言うんですが、そうはいきませんね、現実はどうも。そして、見るとこんなことをやってると物価の方はなんとか 1% から消費税率引き上げを含めて 3% か 4% ぐらい上がる、デフレは終わった。しかし実質の皆さん方の所得は減っちゃってる。でこういうのをスタグフレーションと言います。スタグネーションとインフレーションのごちゃ混ぜ、つまり景気の沈滞とインフレーションがいっぺんに来る。庶民にとっては本当に大でしょう。一番悪いことですよね。そのスタグフレーションの方向へ向かって今動いている。やっぱり金融政策は紐であって押すことはできないのに、いやー 2% インフレを目指してめちゃくちゃな緩和をするというのはみんなの気持ちが変わってくるから大丈夫だと言ったのは、どうやら現在の闘争じゃないですね。やっぱり紐で襲ったって動かないね。それから財政ですね。財政出動とは言ったものの、さっき言ったように去年財政出動しましたけど、本年度に入ったらそうはいかない、縮んでる。でそれどころか今年4月から消費税率を 3% ポイントも引き上げて、これは財政再建路線を絶対崩さないと言ってるわけですから、ここは実は逆噴射をしてですね、アベノミクスのね、3本目、2本目は逆噴射をしてます。で、そうなるとみんなが期待するのは3本目の矢なんです。結局成長戦略ですよね。成長戦略をしっかり、やってくれないと。それはさっき言ったように白川総裁が一生懸命口を酸っぱくして政府に言ってたことです。で言うだけじゃなくて、日本銀行は成長関連の費用に貸し出したお金は日本銀行がそのままリファイナンスしてあげる、低金利でリファイナンスしてあげるという制度まで白川総裁が作ってね、後押ししてるんですけども、それでもね、あまりそれ利用されない。なぜかというと、そもそも企業が怖くて大きな投資をする気がしない。怖いってことは先行きに自信がないってこと。先行きに自信がないってことはアベノミクスの狙いが全然当たってないということなんですね。まあしかし、とにかく成長戦略をしっかりやって、企業がこれなら投資機会も膨らんできたし、将来
軽くなるかもしれないというふうに考えるようになればいいんですけれども、で口ではもう本当にいろんなこと言ってますね。医療、農業、都市開発、外国人労働、今まで規制緩和できなかった岩盤規制のところに手を入れた。で岩盤規制の緩和をいっぺんに全国でやったら大変だから、国家戦略特区というのを東京、大阪をはじめ6地区決めてそこでやるんだと言ってます。まだやってませんよ、これからやるんだと言ってます。まあ、そういう本当にそうなら嬉しいねみたいなことは言ってるんです。それから町人仕事創生本部なんていうのを作っちゃってね、地方を活性化するんだということで、それから女性にもっともっと働いてもらうためにいろんなことをするんだ。これね、全部いいことですよ。で全部これができればね、それは日本経済、今日明日はダメですよ、これちょっと時間かかります、効果が出る。でも時間はかかるけど、これ全部 やるということになったら、それこそ期待インフレ率が上がりますね、将来ようになると。時間はかかるけど将来ようになると思うから、で期待インフレ率が上がれば、アベノミクスのこの黒田日銀が狙っている通りの効果が出てくる。だけどどうも今のところ口先だけじゃないのということで、国民あるいは企業もちょっと様子見ですね、この年末に、打ち出して、この辺の成長戦略全部来年度予算に出てくるんです。本気になってやるかどうかというのを見ているところです。で最後に時間になりましたので、どうやったらいいんだろうねということについての私の考えを申しますと、デフレは悪だ、デフレは悪だ、庶民はね、デフレは悪だと思いましたか。インフレよりデフレの方が生活は楽なんで、だって物価が下がり続けるのデフレが困、庶民にとって困るのは、それで景気が悪くなって雇用カットされて賃金下がって、それが困るわけですよ。だからそういう意味でやっぱりデフレは庶民にとっても困るんです。だけどそれじゃインフレは庶民にとっていいか、そんなことはないっていうのはもうはっきり出てる。せっかくベースアップしたってボーナスが出たって、名目の所得の上昇率より消費者物価を中心率の方が高かったらどうにもなりませんよね。だから庶民にとってデフレは困るけども、インフレもそこそこにしてくれなきゃ困る。で私の考えはね、 2% インフレを目標にするのは高すぎます。だいたい日本で消費者物価が 2% が上がってる時っていうのはね、バブルの時とか相当景気が過熱気味になってる時です。普通はね、日本の消費者物価上昇率 1% 前後ぐらいの上昇の時が一番いいですね。物価指数っていうのはね、ちょっと皆さん方感じてる本当の物価の実勢より高めに出てくる技術的な理由があるんです。だから物価はゼロが一番いい、 0% が一番いいんです、理論的には。だけど物価指数を使って議論するときは 1% インフレぐらいを目標にするのがいいと僕は思ってます。で日本銀行もだいたい 1% インフレぐらいを目指してデフレ脱却を図ってたんですね。それを今は 2% は、で 2% 高すぎないか、いや 2% だ、それはね、そういう掛け声をかけることによってみんなを奮い立たせようという、その狙いで言ってるんですね。その狙いで言ってるんだけど、やっぱり国民バカじゃないんだから、もっと本当のことを言えと僕は言いたい。ね、2% インフレ引っ込める。で、2% インフレ引っ込めると、今はもうデフレ脱却してるんですよ。今ぐらいで消費税率の引き上げを差し引くと、今の 3% 台のインフレ率がちょうど 1% そこそこぐらいになってきます。1% 前後になります。まあ、今ぐらいでいい。
だからあんまり役にも立たない超金融緩和をね、インフレ率が 2% にならないから来年もやると言ってやっていくのは危険だなと思います。さっき言ってスタグフレーションになってくる。それからこれは専門的になりますから詳しくは説明しませんが、いよいよ今の超金融緩和を手締まいしましょうということになったときに、日本銀行は国債大量に持っている、金融機関も国債手締まいするときには金利が上がりますでしょう。国債は値下がりするんですよ。日本銀行も民間の金融機関も一斉に損を抱えますよ。で、金融システムの動揺が起きる恐れがありますね。だからこそ今アメリカは出口政策の議論についてものすごく慎重でしょう。なんだか金融緩和を手締まうのか手締まらないのか分からないような、フラ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 右行ったかと思って左行、それは曖昧にしてみんながパッと驚いたらポーンと金利上がりますから、みんなを驚かしてポーンと金利が上がってでドーンとドル高になって、そういうことにならないようにしようと思って苦心惨憺してですね、日本もこれだけ大きな金融緩和をやっちゃうと手締まう時が大変なんですね。ですから私はもうこれ以上大きな金融緩和をしなくたって成長戦略さえ動けば日本の経済はうまくいくというふうに思っています。で、成長戦略のどこやるの、これはやっぱり本当にですね、医療、介護からの育児、保育、それから農業、環境エネルギー、都市再開発、地域再生、もうみんなが文句なく賛成という分野があるんですね。やってくれって言ってる。そういう分野を本気になってやってほしい。でもなぜやらないか、これは皆さんお分かりでしょう。既得権益がここにありますから、全部既得権益を持った連中がいますから、でそれが自民党の支持母体になってますから、自民党としては理屈としてはやりたいが選挙のことを考えると困っちゃうなと、これも前からずっとそうですね。しかしそんなこと言ってないで、日本のためにここをやらないと今のまま行ったらアベノミクス大失敗、そして、超金融緩和の手締まいでうっかりしたら金融危機が起きる、だから経済はスタグフレーションだということに私は心配ですから、本気になって成長戦略をやってほしい。で、そういう中で消費税率、法律によれば来年の10月に 8% から 10% 上がるわけですね。で、その法律の不足に経済情勢を見て最終的に決定すると書いてある。これどうしたらいいんだろうかということです。で、消費税率8% まで上げてこんな状態だからもうやめたの、 2% 上げないよって言ったら、これは明らかに諸外国からね、なんだ日本というのは財政再建の能力がないねと、たらいずれ日本の財政は破綻だねと思われかねないから、これは本食いしばっていうのをやんなきゃいけないんだと、こういう議論が一方にありますね。で、他方にはそんなこと言ったってそれで経済がペシャンコになっちゃった、税収も増えないよ、税率を上げても税収が増えないよ、何をやってんのということになるよというわけです。この2つの議論両方とも正しい、一面の正しさを持っている。でも一面しかついてないですね。どうしたらいいかといったら、この両方を考えて真ん中を行くというのはどういう道だろうかということなんですね。で、今僕が考えているのはね、来年10月に上げると、今年46に税率上げたからドシャンとなったでしょう。
来年10月に上げたら来年の10時12月のドシャンプなんです。10時12月って何ですか。1年間で一番活況呈する自販機でしょうか。年末消費がある、クリスマス消費がある、一番大事なところでしょう。ここへ向かって消費税率上げるくらいバカな話じゃない。あの法律を決めた時の政治家はそういう経済的配慮全然してないですね。これはね、何としても来年の10月上げはやめなきゃいけないと僕は思います。しかしやめっぱなしにしたら最初言ってなんだ日本っていうのは財政再建能力ないぞ、大変だぞ、あの大幅赤字があのまま拡大するぞと言われたら、それはまあ日本の国債が売られるとか円が売られて円安円安どころじゃないで暴落になるかもしれない。だそういうことを考えるとね、やめっぱなしじゃダメですよ。今度の法律改正で来年の10月にはやらないと同時にいついつやると書かなきゃ、いついつやる。で僕はねそれはもう一番近いところでやるんだ。だから3ヶ月ずらしてね、再来年の1月からやる。そうしておいて今から来年に向かって景気を押し上げるために、一つは成長戦略だけど、これそんなにすぐには効果が出ない。財政もねしっかりもう一回2013年にやったようになんとかもう少し頑張ってもらう。で経済をもう少しよく来年末までにねもしていく、これが一番いい方法だろうなというふうに思うんです。3ヶ月しかずらさないんだったら、なんかずらしたうちに入らないと海外は見るから、それはネガティブな取り方はないでしょうね。だけど日本経済にとってこの3ヶ月大事ですよ。来年の10時に潰されたんじゃたまったもんじゃない。これから来年いっぱいなんとか景気を良くしなきゃ。そうしておいて再来年の一算はまあしょうがない、ちょっと落ち込むかもしれませんね。その辺がいいところかなというふうに思っています。まあこの問題これから12月初めにかけて大変な政治的な争いのもとになりますね。12月初めに決めるって、安倍さん言ってますからね。12月初めに僕はさっきも言ったように浜田光一君がちょっと僕の後輩で、いつでも会えますし電話で話できますから、彼は割と心配してますよ。消費税率上げこのところまでやっちゃって大丈夫か。それから本田っていうもう一人の学者は静岡大学かな、安倍さんの非常に近いところにいる学者が、彼も心配してますね。すめすめ突然ひらっぱ吹いてるのは財務省ですよ。財務省はこのチャンスを逃してなるもん。こんなこと言ったら財務省残って日本経済かるみたいな、かれるみたいになっちゃうね。でも大変な綱引きがしてますね。